スポーツ観戦やスポーツを楽しみたくなる番組、直撃金沢アスリート。今回は PFU ブルーキャップをご紹介します。 PFU ブルーキャップ、 V リーグこと日本バレーボールリーグ機構の最上位、 V リーグディビジョン1に所属する女子バレーボールチームです。チーム名の PFU ブルーキャップ、ブルーは爽やかさや知性を意味し、キャッツには猫のように気高く俊敏性に富んだ選手に育つようにという願いが込められています。坂本監督、はい、この V リーグの2019-20シーズンを振り返っていかがですか？そうですね、成績自体はその前のシーズンを上回ることはできたんですけれども、まだまだもうちょっと、勝ち星も増やせたんじゃないかなとか、もっと選手の力を引き出すことができたんじゃないかなっていうふうに今は思っています。去年監督に就任されたということですけれども、チームの雰囲気とかはいかがですか？どうですかね、雰囲気は僕は機嫌がいいのでいいのではないかなと思いますけど。監督がご機嫌だと選手の皆さんも明るくそうですねなりますよね。はい、でまあ、僕が不機嫌でも元気にはしてるんで、まあ、あんま関係ないかもしれないですねこれからはですね、選手の皆さんにいろいろとお話を伺っていきたいんですが、はい、まずはどの選手をご紹介いただけますか？瀬戸京香選手です。内灘出身で地元金沢商業の出身で、間違いなく内灘では一番バレーボールがうまいこのチームの中でも、まあ、スパイクブロックに関してはトップ、攻撃がすごく上手な選手です。先ほど監督が内灘町で一番バレーがうまいとおっしゃってたんですけど、石川県で一番うまくなれるように頑張りますで高校が金沢商業、実は私も金賞なんです。え、そうなんですか？そうなんです、一緒です。金賞バレー部強いですもんね。そうですね、やっぱり県内では金賞がやっぱ一番強かったんで、練習量とかもすごかったですね。大学進まれて今年卒業されたと。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。このご時世でね、卒業式が行われなかったんですよね。そうですね、はい、で先日体育館で、あ、そうです、私が本当は卒業式だった日にの練習後にサプライズで、今日は金沢の卒業式です令和2年3月13日 PFU ブルーキャッツ校長坂本昌康です。おめでとうございます。どうでした？驚きとやっぱ嬉しさがでかくてちょっと泣いちゃいました ねでは今回も用意しましたこの5つのカードの中から好きなものを1つ選んでいただきたいと思います。誰がいいですか？じゃあこれで、はい、今欲しいものはこれ。石川県に来てから今3ヶ月ほど経ったんですけど、はい、まだ部屋にソファーがないのでソファーが欲しいです。ちょっと誰かにお願いしてみたらどうですか？監督坂本監督、ソファーを買ってください。お願いします。さあ次ご紹介いただく選手どなたでしょう？はい、森田選手なんですけど、大学も同じリーグでずっと戦ってきて、レシーブがすごく上手で、でも普段はすごくお茶目でとても元気な選手だと思います。森田選手、この春大学を卒業されたばかりですよね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。大学時代いかがでした？何か思い出に残っていることとかってありますか？4年目はやっぱすごい勝ちたいっていうのがあって真剣に取り組んだ1年間だったので、それはすごい思い出に残ってます。バレー以外だと、いや大学からディズニーランドとかシーが近くて、はい、2ヶ月に1回ぐらいは友達と行ってたりしました。いいですね夢の国、はい、ホームページ拝見すると森田選手の今年の目標、魚を魚介類を食べれるようになるです。お魚苦手ですか？はい、食べれないんですよ。石川お魚が美味しいって聞くので食べれるようになりたいなと思います。何か今挑戦したりしてますか？一回もしてない。じゃ
こちら5つの中からお好きなものを選んでください。ちょっと見せていただいていいですか。うろおぼえがきブルーニャ書けました。大丈夫ですか。じゃあ見せていただいていいですか。森田選手のブルーニャ、ちょっと違うキャラクターですよね。かわいい。ちょっとじゃあドラえもんとか。ドラえもんですか。みんな同じ顔になる。私結構好きなんですけど。体験金沢アスリート、ここからは私が選手の皆さんがされているトレーニングなどをちょこっと体験させていただきます。さあ今回はどういったものを教えていただけますか。体幹トレーニングの腹筋メドレーっていうものと、あとフットワークを使ったボールのレシーブ練習をします。はい、腹筋メドレー、はい、まず一つ目が膝を立てて、で太ももに手を置いてこう上下する普通の腹筋みたいな感じ。こう膝をスリスリするんですね、はい、が一つと、はい、次がまず足を上げて右手で右足のかかと、はい、左手で左足のかかとをタッチする。その時にこのお腹を体幹をこうひねるイメージ で次が足をハサミみたいにこうクロスしていく。次がバイク自転車で自転車を漕ぐ動きをしてもらいます。ラストが最後にこのお尻を上げる感じで上に足を上げていきます。頑張ります。ちょっと10回です。膝まで、ね、ここから、はい、3、4、5、6、2、3、4。自転車はできてます。じゃあもうちょっとできてます。はい、できてます。5。お腹すごいきますね。ほんのちょっとやっただけでも。まず構えの姿勢をとって、はい、ボールが出てくるのでここからサイドステップで返していく。はい、返していきます。この時に、はい、こう立ってしまわずにずっと低い姿勢でサイドステップをしてボールを取っていきます。はい、あ、そうです、はいはいはい。これボール結構硬いですね、はい、ステップを早く、はいはい、ステップを続けるっていうことも大変ですね、はい、アタックとか来た時はもっと強いですもんね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次はどなたをご紹介いただけますか。はい、7番の小屋咲選手を紹介します。普段は結構明るくてニコニコしてるんですけど、バレーはレシーブとスパイク器用にこなす選手です。トレーニングもありがとうございました。ありがとうございました。小屋選手はなんか得意なトレーニングとかあったりします？自分は結構腕立てが得意じゃないですけど、まあ結構好き。腕立てが好き。小学校からずっと腕立てはしてきてたんで、はい、腕立ては結構得意です。すごいですね。 50m 走が得意とプロフィールに書いてあったんですけど、はい、高校とかは7秒1なんとかとか。早い。ではこちらの中からお好きなものを選んでください。はい、好きな言葉を教えます。はい、はい、素敵。はい、私の好きな言葉は愛っていう言葉です。まあ、何にするにしても好き嫌いとかなく気持ち入れてしたりとかします。次どなたをご紹介いただけますか。背番号1番の有田ひなの選手です。まあ、すごいお姉ちゃん感、自分にとってのお姉ちゃん的な存在で優しくしてくれるし、すごい明るくて元気のいい選手です。有田選手、福岡県出身ということで、はい、PFU ブルーキャッツの中でも九州の出身の方が多いんですよね。そうですね。でなんか九州会というものを、あ、はい、ね、されてるんですよね。はい、お寿司食べに行きました。地元九州ということで盛り上がる話なんかもあったりするんですか。
方言が出てて、あ、博多弁だって思って、はい、石川もう長いですよね。石川弁は出ないですか？出ないですねでは有田選手にもこちら5つの中から好きなものを選んでいただこうと思います。何にしましょう？じゃあこれでいいですか？はい、これにします。最近これにハマっています。にします。自分オフの日部屋で過ごすことが多いんですけど、結構アニメを見たり漫画を見たりして過ごしてます。今読んでる漫画っていうのは？は鬼滅の刃は、まあ、みんな知ってると思うんですけど、ね、もうすごい人気ですよね、はい、お部屋は結構鬼滅グッズが、はい、好きなものに囲まれて幸せになるように作ってます、この空間を昨シーズンはたくさんの温かいご声援ありがとうございました。来シーズンはさらに進化したブルーキャッツをお見せできるように練習を頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いします。では PFU ブルーキャッツのお知らせ教えてください。はい、4月から PFU ブルーキャッツの YouTube チャンネルが更新されているので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。はい、で選手の普段見られない姿も見られるかもしれないですからね。そうですね、はい、更新楽しみにしてます。はい、他にもありますか？はい、オフィシャルサイトでブログなど更新しているので、そちらもチェックお願いします。うん、選手の皆さんをちょっと身近に感じられるツールですので、はい、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。お願いします。頑張れ PFU ブルーキャッツ。